弘と杉江松恋のこれって SF? 今度はそれました、ね。<laughs> それでした2023年5月号の、はい、これって SF その2でございます。はいえー、この番組は SF 文科学館の杉江松恋が、えー、もう一遍ちゃんと SF 読んでみようということで始めました SF 書評番組です。ご協力いただいておりますのは、えー、SF マガジンで長く SF 書評を連載されておられます はい、どうぞ。<laughs> はい、勝木よしひろです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますえっと、勝木さん、今月はどんな感じだったですか、はい、今月ですね、あのー、私、ゲームも好きなんですよ。はいはい。で、ただ、もう、そんなやる暇がなかなかね、時間が取れなくって、本当スマホとかパソコンとかでも、空き時間にぽちぽちやる程度のことで、うんうん、なかなかじっくりやる時間は取れないんですけど、ね、2作ぐらいはやっぱ、ちょっとじっくりやりたいなと思うのが出て、はい、今、話題の。 私もこれはは今年はやりたたいいなと思って買いましデ、はいはい、ルタの伝説です、はい、ティアーズ・オブ・キングダム、はい。なんか何回も復刻されてますけど、今回はなんかものすごくマップが広いという話を見ましたが。 そうなんですよマップが広いっていうかね、この前回のブレス・オブ・ザ・ワイルドからゼルダはそはオープンワールドになって、はい、もうとにかくねや、何にやってもいいんですよ。いきなりボスのところに殴り込んでもいいし、えー、とにかく見えるとこならどこでも行けるし、うう何でもできる、順番も決まってない、攻略する順番も決まってない。ルートがあるというよりは、そういう形になったんですね。っていうことでも好きなことが何でもできるみたいなゲームになってて、<ー>結構これ、ゼルダやる人は今、その。 ゼルダやろうっていうんじゃなくて、うん、ハイラル、ハイラル王国っていうところが舞台なんですけど、うんうん、ハイラルに行ってこようみたいなことをみんな書くんですけど、本当そういう気分になれるゲーム、えー、そう私もぜひこれはやりたいと、前作もやったのでやりたいと思ってるんですけど、まだ開けてないです時間をすごい食われそうな気がしま <laughs> んですよ、それは。<laughs> そうだから、ある程度、なんかこの仕事だとなんか難しくないですか、こういうなんか。 うん、時間があるってどれぐらいかかるか分かんないようなものを開けるタイミングみたいな、うん、だってそれってずっとそこで開いてることになると思うんですよね。<laughs> なんか、ね、やばいなあれが終わったらこれが終わったらとか思いながら、うん、一応今のところは来週の頭に。 一つ仕事締め切りながら、そこに設定して、それを終わったらやろうと思うのが、今ここでも本当スタンバイして待ってるというところです。はい。じゃあ、1冊目お願いいたします。あ、2冊目か、二冊目お願いします。はい。私の二冊目は、はいこちらでございます。えお大森のぞみさん責任編集の n o はい二千十三年。 夏号だっけ、うん、あ2023年夏号ですね。はい、川出文庫からです。えー、で、この NOVA っていうのは、あのー、SF 翻訳家で書評価の、まあ、このチャンネル見てる方にはおなじみだと思うんですけど、大森のぞみさんが、えー、編集を務めておられる、全編書き下ろしのオリジナルアンソロジーのシリーズです。で、えー、っと何年だっけ、まあ、2009年に初めて第1巻が出て、うん、年に まあ、年に数冊出ることもあれば、しばらく出ない間が空くようなこともあったりしながら、うん、この2023年の夏号、この最新刊で、えー、16冊目になります。すましただから結局、そのね、うん、1> 年日以上は出てるんですよね。よね結構空いたなと思う時期もあったんですけど、うんそう、それぐらいのペースで出てるアンソロジーです。うん、で、うん、今回、今までになかったちょっと特徴が一つあって、うん、ここ帯にも書いてあるんですけど、あ見えますかね。 <本> SF 史上初、<ー>女性作家のみで送る書き下ろし SF 版組織ということになってて、すべて女性作家の作品ということになっています。うん、でその,なんていうの経緯とか、そうなった経緯とか、意図とかについては、大森さんが序文とか後期とかで詳しく書かれているので、詳しくはそちらを読んでいただくとして、まあ、ただ少なくとも私個人に関して言うと、実は、 特に読んでる間、女性作家特集というふうに意識することはなくて、うん、むしろ正直、今回の顔ぶれの中に、あのー、この方が女性だったんだっていうか、あ性別意識したことがなかった方も何人かいて、うん、むしろこの本で初めて知ったっていう方もいらっしゃいましたそそうそうだから公表してないっていうか、顔出ししてない方も中にいらっしゃいますよね、その中にはね。 だから分からんないいと思いますテーマ的にもそのジェンダーとかフェミニズムに絞ったっていうようなものでもないのでもちろんその女性特集、作家特集っていうところに興味を持たれた方ももちろんなんですけど、うん、普通にその最新の現代 SF アンソロジーとして、うん、手に取っても楽しめる作品集になっていると思います。収録作が13作が んなのでぜ、全部はとても紹介できないので、個人的に気に入ったものだけちょっといくつか挙げると、私が一番好きなのは、吉羽善さんの、うん、えっとねけ、健康でいいのかな、犬の魂の箱。ああ、それで健康ですか。っていう時代 SF <laughs>、はい。時代なんだ。この話はその背景はなんとなく江戸時代くらいっぽい感じ。うん、で はっきりとは多分書かれてなかったと思うんですけど、でこの世界では子守専用の犬型からくり、うんうん、あの式紙って使うに、機械に、神様の神、うん、式神紙っていうのが普及してます。<ー>で、主に犬張子の姿をしてるんですね。で、犬張子の姿をしていて、その中枢に、なんだっけ、命符だっけ、命の札だっけ、なんかそういうので、え子供を守るっていう単純な命令だけが書き込まれてる,なるほどで。そういうからくりなんですね。 で、赤ちゃんが泣いたら親を呼んだりとか、うんうん、危ないものに近づいたら吠え,吠えたりとか、うんうん、で、やめさせたりとか。でも、そういう簡単な、なんか、あのー、まあ、子供の見守りをしてくれるロボットみたいなのがある。うんうん、で、これを使ってたある少女が、その病気で亡くなってしまうんですけど、その子が朦朧とした意識の中で、なんか最後に、最後にこう、ちょっとつぶやいてた、なんか、 捨てられて泣いてるあの子を助けに行ってやれないのかなみたいなことをなんかつぶやくんですよねうん、うんで。それを聞いてた、もうその子は使わなくなってて、もうみんな赤ちゃんの時ちっちゃい時しか使わないので、家で大体眠ってるんですよ、うんうん、みんなその犬張子は。うんうん、で、それをその女の子も大きくなったんで、使われてなかったその犬張子の平八っていう子が、うん。名前があるんだ。<laughs> そう、うんえー。それを聞きつけて、うん、でそれをきっかけに、まあ、けなげに大活躍するという。 えー、お話なんですけど、えー、まあ、その子守ロボットものってたくさんバリエーションがあって、うん、いろんな作品があるんですけど、うん、まあ、今、現代とか近未来を舞台に、その子守ロボットものとか書こうとすると、うん、責任問題とか、何かといろいろ複雑になりがちですよね、やっぱどうしても。うんうん、AI とかが普及してる分、その複雑なことはできるかもしれないけど、責任問題とかも複雑になりがちなんで、そこをなんていうのかな。 この素朴な感じの時代設定、子供を守るんだよってって、子供のそばにいてくれるっていうだけで、うん、なんとなく守ってくれるみたいな許さが許される、そういう素朴な感じの時代設定をうまく使って、いい感じにゆるくてあったかいテイスト、かわいいお話に仕上がってます。<ー>で、その式紙っていうね、さっきの使う機械の紙とか、からくりとか、その、カタカナはもちろん出てこないですから、そういう用語で、まあ、江戸時代っぽく仕上げた、そういう用語とか、文章も巧みで、この世界の雰囲気がうまく出て。うん で吉羽さんってその言論 SF 創作講座出身の方で、うんうん、まだその単調はないんですけど、小説「スバルとかで書かれてるのかな。でも商業デビューされててる方なんですけど、うん、これはあすか、個人的なお気に入りは、これが私は好きでした。えー、他にもね、ああ勝山海友さんのやつもよかったな、ファーストコンタクトのビスケットエフェクトって、これもいいんですけど、そうだな。あ、えっ、ー、とね、小野田小夜さんの、はい、 いう先生なら右心房にいるっていう話があって、これは宇宙ロバっていう、うん、変な生物が出てくるんですね。うんうん、で、地上のロバがもともと持っているその我慢強さとか特性をさらに強化して、うん、餌とか水がなくても長期間耐えられるし、荷物とかもいっぱい運んでくれるし、うん、あのしかも食べても肉も良質っていう,<ー>いう風に、その、惑星開発にすごく役立つように品種改良されたロバ。 宇宙ロバっていうのが出てくるんですけど、うんうん、でタイトルにあるそのデュ、デュ先生っていうのは、うん、あのこの宇宙ローマ専門の獣医さんですね。うん、で、この人、ちょっと変わり者で、宇宙開発基地、宇宙開発基地の,その食堂の,なんていうの出入り口みたいなところに、うんえー、そこがデュ先生に言わせると、人の流れ的に基地の、その疲れた人が入ってきてこう、新たに補給して出ていくところの、まあ、基地の右心房に当たると。うん 言うんですけどその右心房に当たるところに座っていつもロバを待ってるんですねそこに座ってその具合の悪いロバを連れてる人がいると声をかけてその,そのロバちょっと具合悪いから直してやろうかとか言うんですね。うん <laughs> あのもう頑丈にロバー作られてるしもう家畜なのでそこまでお金かけて直そうっていう人もあんまりいなくてあ<ー>別にいいよいいよとか言ってなかなか実は声かけてもあんまりうまくいってないんですけどでこのデュ先生っていうのをまあ一応の中心にしながらそのいろんな惑星を開拓しながら宇宙に広がってる人類の様子をまあ描いていくっていう話なんですけど<ー>視点も結構くるくる変わって、まあ、このデュ先生も、まあ、最初に出てくるんですけどその後に。 あの開拓傭兵としていろんな開拓学生に行ってあの開拓の仕事を手伝ってたけど、うんえー、奥さんを亡くして、えー、現場から離れて結局今はデュ先生の弟子になってるもうこの人も結構いい年なんですけどデ、うん、ュ先生がね50代から60代ぐらいに見えるとか書かれてる、うん、それとあんま多分変わらないぐらい現場を離れた男なんですけどその、うんえー、弟子になった男とか、まあ、人間だけじゃなくて宇宙ロバのサンゴ ロバの視点とか、あと、学習機能付きの月の定点観測カメラの視点とか、出てきたりとかして、意外なところにこう視点が飛んで面白いんですけど、うん、宇宙ロバから見たそう人間のね、とかね、なんか、あいつらは泣くのが下手で、なんだっけ、こっちが意を組んで、こう。 歩いてやると日本の尻尾振ってめちゃくちゃ喜ぶんだよねとか <laughs> <laughs> そう、ロバはそう思ってんだみたいな<ー>3号の視点から書いてみたりとか、そ,まあ、そういうのがいっぱいあって、その一応ロバの脱走事件とかがまあ起こるのは起こるんですけど、それが大事件になってストーリーが展開していくっていう感じじゃなくて、その宇宙開拓時代をうん、うん、の日常をその丁寧に書いていって、まあ、こことは違う時代とかう違う世界だけど、まあ、そこで生きてるものが。 うん、その人も生物も機械もそれ生きてるものがあるんだよっていうその独特のなんていうのかな SF ならではの情緒が感じられるうん、うん、これも面白かったです。小野田さんもあの単、ー、調ああれがあるな、あのー、電子も出てるしえっ、ー、とーなんだっけギーク20はいらないか。 破滅派から出てる短編集などがあって、まあ、いろんなものがこの方も書ける方ですごい多彩で毎回面白いですね。長くなるけども、あと一つだけ。では、斜線とゆきさんが今いろんなアンソロジーで活躍されてますけど、これにも入ってて、ここに入ってるのは、えっ、ー、とね、キュブリスの船っていう時間,、うん、時間ループものです。舞台は、ね、瀬,戸内瀬戸内海を えとなんかクルーズしながら島へ渡る、うん、中でご飯とか食べながらゆっくり島へ渡るっていうような観光船で、この中で殺人事件が起こります。うんうん、で、えー、ボートがいきなりその探偵役の犯人指摘しますね。で、犯人を、犯人この、殺したのは君だろうっていうんだけど、そこから関係する8人以上の乗客全員が記憶を残したま二ま24時間のタイムループに入っちゃう。うん、ので つ,つまり殺人が起こる1日前の状態に戻っちゃうんですね。だから2日目の冒頭は、最初の被害者ですね、殺された人が、最初の犯人の方をボコボコにして、いきなりループ始まった段階で、お前なんで俺を殺すんだみたいな感じで、ボコボコにして、<laughs> 瀕死になるっていうところから2日目始まって、で、その、まあ、探偵役は医者なんですけど、その医師はなんとかその死人が出ないように。 あの試行錯誤をいろいろするんですけど実は乗客の間に結構深い因縁があったりとか、うん、またその別の理由もいろいろあって、うん、そのループごとにやっぱり別の死者が出てしまうななるほどそう,いう,でそうなんですただそんな地獄のループにはまるんだけど死者は毎回生き返るんですよね。うん、うん だけど、その記憶だけは残っているので、うん、もうとにかく関係者の感情はどんどんもつれていって、各自がその、まあ、憎悪を募らせる人もいれば、諦めの境地に入る人もいれば、<ー>さらになんかね、ちょっと、まあそのまあ、後半の展開なのであんまり言えないんですけど、<laughs> さらに他の要素とかも入ってきて、まあ、どんどんいろんなものが溜まっていってもつれていってっていう、すごい怖い。 あのクローズドサークルループになってます。すね、れすこれも面白いです。さすがだなと思いました。その他にもね、溝口久美子さんのねプロ、プレリードッグと、なんだっけ、プレリードッグとグレー型の宇宙人とかね、ファーストコンタクトする,とするやつとかね、うん、みんなは人間とか牛とか連れて帰ってくるけど、僕は君たちとコンタクトしたいんだとか言って、プレリードッグってなんか泣き声で結構いろいろ。 一つの鳴き声の高さとか長さとかを変えることで警告を使い分けられるらしいので、そうすると、それだと言語能力も高いんじゃないかとてことでこうコンタクトするお話とか、えー、あとあれ新川ほ立さんの供述調書で構成されてるあの令和架空法律 SF の,のシリーズっていうか、みたいなやつがあのなんだっけ死刑執行が公開されるようになった。うん、あ世界の っていう法律ができた世界の話とか、うん、あとね、菅さんの、菅弘恵さんの異世界転生もので、言語に焦点を当てて、翻訳能力で無双するんですけど、うん、まあこの人がオタクで、まあ、そのオタクっていう設定も生かされてて、まあ、これも面白いんですけど、1、まあ、つずつ細かくやると <laughs>、とても時間が足りないので、全13編でございます。下さんのダイエット ユーモア SF が冒頭に入ってて、これもすごい面白くて、これがめちゃくちゃだなと思ったら、その次に高山羽子さんの,あのなん自分ちに、そこがなんかよく自分も正体がわからないゲームのなんかポイントになってるらしいって言ってまなんか何も何もそのここはなんとかですよねって育ててきて、違いますよ、違いますよってずっと言っている人の話とかが、えー、<laughs> 急に入ったりとかして <laughs>、もう全部、どれもすごく良かったんでうんうん、うん、ぜひ、現代 SF の。 最新の現代アンソロジーとししてて楽しんでみてくださいはいあの、まあ、一つだけその残念な点を挙げるとすればさっき言ったその SF の単調がある人があ,あんまり多くなくてあ<ー>そのまだそだからこれ良かったからもっと読みたいと思ってもそうそう菅さんとか一部の人を除くとまだ単調が少ない人が結構若手ですよね多い、ね、ので、うん 車線堂さんとかね、新川さんクラスでも活躍されている方でもまだ SF 短編集って一冊とかが出てないじゃないですか。うん、で次に、次っていうのがまだなかなかいかないんですけど、でも,、うん、でも今のうちにぜひ皆さん読んでいただいて、あの出たときにはこの作家さんたち、注目してもらえればと思います。うんうん、さっきお名前だったの吉羽善さんってあの去年、うん、あの小説「昴」に。 マスっていうのと、妖精、はい、飼育日記っていうのを書いていてですね。あ、そうそうそう,そう、うん。これがね、かなり面白かった記憶があるんですよね。妖精飼育日記って、本当にそういうタイトルですけどね。うん。あの、あれ多分、スバルに載ってるやつ、いつか一冊になるんじゃないかと思うんですけど、非常に面白いので、あの、まあそうか、まだ単調な,ないんですね。はい。さんってね。はい、じゃあちょっと楽しみにお待ちしております。じゃあ僕の二冊目はどっち、タンペッシュって言いましたけれども、長編って言いましたっけ えっとね、長編じゃなかったかなあ。長編、じゃあ、こっちですね。はい。<laughs> えー、じゃあ、えー、こちらです。長編というか、トゥモロー・ネバー・ノウズ。宮野ウさんかな。はい。宮野、はい、優さんということがあります。宮野さんは、これが最初の作品ですよね。最初というか、刊、え、行、ーね、された最初の本で、うんえー、これはね、もともとは、核読むに連載されていた、 ええものが一冊にまとまった形です。あの、角川書店なんですけど、角川よく最近、あの、角山とか、角山出身の作品をよくまとめて出して、あのこの間、あの、不思議な、えー、不能どもっていうね、BL、謎 BL 小説が出たりとかですね、<laughs> ええー、いろいろと出てるんですけど、ええー、これ、ともろネマーノーズこれ、あのー、普通に、 えー、新人賞とかに応募しても結構ちゃんと通りそうな感じのですね、うんえー、しっかりした小説、ほ、まあ、他のがしっかりしてないという意味じゃなくてですね、新人賞に応募されていても、多分何かの賞は取っていたんじゃないかなと思うような、すごいいい小説でした。うん、えとこれ、さっきの車線度の判断を先なせってんで、まあ、そのタイムリープもののですね、つ、え、な、ー、がりなんですけど、 冒頭はその自分の娘を殺されてしまった、ひどい形で惨殺されてしまった、しかもその相手が16歳の,その未成年の犯罪者だったもので、えー、大したそのそのあの処罰をされずにもう社会に出てきてしまっている、えー、女性が主人公で、彼女がです、ね、その自分の,そのもう人生はここでもう終わりにしていいんだということを言いながら、えー、その覚悟をです、ね、話すで。例えば あの、元の職場の人から、なんか、誘われたりするんだけど、いや、あの、あなたがもし明日、その、私が今日、その、会った人が、殺人犯だということが分かったら、どんな気持ちになるかと思って、まあ、断ったりすると。つまり、えー、その、殺人、自分の娘を殺した男がですね、えー、足をけがして、入院していることが判明するんですね。でその機会に、その病院に乗り込んでいって、 えー、自分の手でもう殺してやろうと。あんなやつは死ぬべきだって言って、包丁を持っていく。で、えー、思い通りに本会を遂げて、殺してですね、取り押さえられて、警察に行ってあのつかあの、送られて、すべてを潔く自白してで気がつくと、元の時間に戻っていてですね、えー、あれ今のは夢だったのかと思って、 えー、もう一遍乗り込んでいくということからですね、どうやら同じ一日を自分は繰り返しているらしいということが分かっていくっていう、まずお自分の娘を殺した人間を何遍も殺し続ける、えー、母親の話というのが冒頭にの第一話、インフェルノ、地獄。まあ、どんな地獄の状況かというのは、えーまあ、今お話しした通りなんですけれども、ここはね、あの 着想としてはありだと思う。ありというか、うんうん、まあ、これは思いつくと思うんですよ。うん。あのー、こういう設定はね。で、これ、これだけだったら、あのー、まあ普通なんですけど、タイムループとしてはね。うんうん、次がナイトウォッチって言って、いきなり学園ものになっているんですよね。<laughs> <laughs> 主人公も違うと。で、どうやら、えー、この同じ一日を繰り返している現象というのがですね、えー、いろんな人に、 あの電感染してってるようだとで、感染した人たちはですね、ルーパーと言われるようになって、ルーパーが、えー、ずーっと同じ1日を繰り返していて、その、えー、語り手の少女はですあの、私はですね、えー、学校にみんなと一緒に泊まり込みで行ってるんですね、それはあの、なんでこの,この子たちが泊まり込みをしているのかっていうのが、えー、後で分かってくるんで、あんまり言わないんですけど、ちょっとねな,なんかよく分からない、その。 学園祭の前日みたいな感じっていうのは何で起きてるのかでそこでその閉じこもって何かをしているっていうのはえ要するにそのルーパーを狙うルーパーがですねあの1日経つとそれが忘れ忘れてるかなかったことになって元に戻ってしまうことから、うん、ルーパーに対する犯罪がですねあの つまり無法状態になってしまって、ルーパーがそのいろんな犯罪の対象になってしまうということがあるもんですから、えー、彼女たちは自衛のために学校に立てこもってるんだということが分かるんですよね。でその中で、その学校の中の、えー、ちょっとした、えー うん、なんですかちょっとその無法状態の学校の中で、本当にさっき学園祭の前日って言いましたけど、そんな感じのノホーズな感じの状況が、えー、実はある、えー、ことを、えー、考えている人間と、それを,を阻止しようとしている人間とかですね、その思惑がそこで実はあるんだということが、えー、分かっていくというですね。それが、えー、ナイトウォッチという作品ですね。 で次の、えー、ブレスレスっていうのがこれまた全然違う話で、うん、これは総合格闘技の選手の話なんですよね。<laughs> というようにどん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 あの語り手は移っていくで語り手は移っていくしその次のイノセントボイスっていうのはもっとですねあの幅広い何て言うのかなあの南北問題といいますか第三世界。 とその私たちにいるこの世界との違いみたいなものを、うん、その一日を繰り返すという状況から描くという、ですねちょっと見たことがないような小説になっていくということで、うん、この設定を転がしながら、さまざまな状況を描いていくという着想が、ですねこれタイムループものって、こんなことができるんだという新しさを感じるんですよね。うんうん 面白いのは、例えば、あのすべてにタイムループの設定がきちんと、えー、使われるといいますかあの、主人、語り手にとっての大事な状況をそのタイムループに絡めて語るということがされていて、例えば、総合格闘技の話で言うと、今、総合格闘技ってその前日計量が主流なんですけど、前日計量して、まあ、だからそこまで絞って、で体重をこう、 翌日までにこう回復させるんですよね。うん、で、筋肉を回復させて戦うっていうだから。 前日計量で、えー、やることが非常に大事なんですけど、前日計量が意味を持たなくなってし, <laughs>、うん、しまうわけですよね。要する特別ルールって言って、えー、もう計量なしでいいんじゃないかって話になってしまって、無差別級の戦いなんかが中心になるんですけど、主人公はそんなに体が大きくなくて 100g ない、1 0 0ない体なんで、えー、自分はその1 0 0ラムのヘビー級の世界では一位になれない人間だから、 えー、その中でも戦うとしたら、そのきちんとした、もともとどおりの普通ルールの戦いをすべきなのに。 っていうその話がですね、まあ、格闘小説としてタイムループが結びつくっていうのはちょっと面白くてです、ね。そうそうこれ面白かった。えー、すごい面白かった。この発想はなかったと思いましたね。<laughs> うん、<laughs> でも、その発想な、なかった発想からその、その格闘技というものに、うん、え夢を託す人のですね、気持ちが伝わるように書くというね、おこれは何が、いろんなことがこの設定でできるぞっていうのが、うん あの、分かって、タイムループというものがですね、あの小説の未来を開くというか、<laughs> あの、<laughs> これ,これ、何でもできるんじゃないかなっていう気がするんですよね、うん、この設定を使うと。だから、あと、その、もう一つはね、その、明日タイムループが終わるかもしれないじゃないですか、ね。そうそうそう。そう,<お>そう、トゥモローネバーノーズなんだけど、まあ、つまり、明日は来ない。明日になれば、 っていうんだけど、明日が来たらどうするのっていう問いも逆にあって、今この無法状態とか、いろんな何でもしちゃって、明日が来ればどうせチャラになるんだしみたいのは、もしかすると明日来るのかもしれないよっていうところもね、<laughs> ここも面白いんですよね。だから本当に、あのー、逆説的な、あのー、時間のかけ方と言いますか。 みんなその明日が来るで今という時間は二度とないということがいろんな小説の根底にあって小説というのはもうあのー、もう一度過ぎ去ったらあのー、自分の時間というのは元に戻らなくて、うん、一度きり一回生ということを前提にしてさまざまな青春小説が書かれるんですよね、うん、だから青春小説というのはこの時しかない時間を書くきらめきみたいなものを書けるんですけど、うん、実はあの明日が あのー、来ないといととうことはもしかすると明日が来るかもしれないというこの逆説的な未来の描き方をすることによってあそれがですねそ逆説的な精神小説が可能になるということがですねあと人生の描き方ですよね、うん、その人生も、えー、明日が来ちゃうかもしれないから、あのー、なんだろうなその 今を大事に生きようっていうですね。明日が来ちゃうかもしれないから今は大事に生きようって、すごい逆説的な書き方だと思うんですけど、うん、それが行われているって面白さですね。あんまり読んだことがない方向に話が進んでいくので,で、非常にあの、今度は何をしてくれるんだろう、今度は何をしてくれるんだということで、うん、まあドキドキしながら読みました、ね、これはなかなか、なかなかないタイプの小説で、非常にすごい才能だと思いました。で あの、最後ね、その、第5話は、これ言わないんですけど、第5話になって、えー、作者が、まあ、書きたかったことと言いますか、ちょっとその、作者が、その、作者は本当に前に出てくる形で書かれて、本当にフィクションに徹した形で書いてるんですけど、最後にこの作者がこの作品に託した思いみたいなものがですね、うん、最後に現れてきて、あ、いいなと思ってるうちに終わるというんですね。あの、 あそんなに長くない小説なんですけど、ぎゅっと密集あの圧縮された中に、さまざまな人生とさまざまな、えー、見たことのない観点が集まって、非常にいい小説だなと僕は思いました、ねうんはい、私もこれ、これ私、電子で読んだので、帯<ー>とかそのカバーの解説とか全くしし知らないまま普通に頭から読み始めたんで、1>, うん、まあ1話目はまあ、 ねそうまあ、このままなんかミステリーっぽくなっていくのかなっていう感じで読み始めるじゃないですかうん、うん、そしたらその展開になっていって、ね <laughs> こ,れね、これがこんな伝染していくなんて展開があるんだっていうのが、うん、それとそう先ほど杉江さんが言われましたようにあのこれうまいですよねあの明日来るかもしれないっていうのがうまいですよね SF としてはやっぱどうしてもループものってそのなんでそのループが起きてるのかっていうことをまあその物理 比較的に正しくはなくても SF 的に何らかのハッタリを聞かせる説明をしないとどうしても弱くなっちゃうところがあって、うん、なんでタイムトラベルするのかが分かんないみたいな話でうん、うん、どうしてもそこが弱く弱点になりがちなんだけど、うん、そこが逆にこのなんていうんですか強みになってるそれを生かして、うんで なんでか分かんないけど、ループしてるわけだから、なんでか分かんないけど、このループ終わるかもしれない。あ,あそういうことですよね。で、うん、みんなにとっては、そうなわけじゃないですか。うん、だから、そこが説明されちゃうとその、うん、そこに向かってはわって、だから、斜線道さんのさっきのループの作品でも、なんとかこのループを止めようってみんながするんだけど、そういうんじゃなくて、もう原因分かんないから <laughs> で、しかも世界中に広がっちゃってるから、とにかく、なんでか分かんないけど、その、あの明日来るかもしれないし、来ないかもしれないっていう、うん、その、 これがなんか絶妙だなと思って、そうだから、うんあし、もうどうせ明日も、もう,こう今日が繰り返すんだから、めちゃくちゃやればいいじゃんっていう連中がいる一方で、うん、いや、明日来るかもしれないって思ってる人もやっぱりいてっていう、そのバランスが、そうですね。これはうまいなと思ったのと。センスがいいな、これと思いました、そ,<う>そこは。うん、あと、このタイトルもやっぱね、トゥモロ r r o ー Never あって、ミスチルの曲とかにもありますけど、明日のことは分からないみたいな。うん、結局、これを、このフレーズって、なんて言うんだろう。 明日来ること前提で今まで見ることが多く、今日のことは忘れて明日は来るよみたいな。うん、明日のことは分かんないじゃないか、今までのことは忘れてとか、明日にまだ未来があるかもしれない。明日前提で聞く、本当に、何て言うんだろう、明日のことを前提で聞くフレーズだったのに、うん、この話では本当、まあ、そういう明日どうなるか分かんないっていうところもあるんだけど、本当に明日っていう概念自体がない世界みたいなものを本当に書いちゃってて、すごい、あほんの、 だから、トゥモローネバーノーズっていうタイトル、実は私はよく聞くフレーズだから、弱いなとこれも思ったんですよ、うん、最初、うん、タイトルとして。うん、弱いなと思ったんだけど、読み終わったらその弱点だと思ったところ、うん、そのしかそのタイムループのその記事が明らかにされないところ、その、トゥモローネバーノーズっていうタイトル、うん、よく聞くフレーズのタイトルっていう、この2つが逆に強みになってるっていうのが、うん、すごい面白くてやられたなと思った作品でした。うん うん、いやいや、<の>なんだろう、あの、センスの塊みたいなね、あの、ね、各エピソードで発見があるって、なかなかね、あの、こういう一つの設定を転がしていく短編集というか、連作形式の物語で、なかなかないと思います。あの、使い回しがないっていうのがね、うん、すごい才能だなと思いましたね。これはあの まあこれからどんどん書いてあの、いっぱい書いて、いっぱいいろんな面白い、ねあの、この人しか書けない発想のものとかを、あのいっぱい人に読ませるべき作家だなと思いました。すごいいい作品だと思います。というわけで、えー、私の2冊目でございました。